で、これが最優秀作品賞取ったら時代変わるって言われてたんですよ。でもノミネートされてキュアロンが監督賞取った段階でもう時代変わってるんですよ。お疲れでした。お疲れでした。さあ終わりましたね。終わりましたね。ここもずっと封鎖されたところだから、むしろ今こうもうガラーンとなって、ここ店みたいになってますけどね。もうまさにあそこが、ドルビーシアターですから、うんそうですね、あそこは会場でしたからね。アカデミー賞の、はい。どうなんですか結局その一応。ドキュメンタリーのゴールとしてはだからなんかまあ映画祭って何っていうことだったじゃないですか、だから興行収入とアカデミー賞の作品賞は必ずしも一致しないとか、観客が面白いって思ってる映画がアカデミー賞にノミネートされないとか、芸術性って何かとかいろいろ映画祭って考えさせられるとこ多いと思うんですよ、だからまあ映画祭ってどうなのっていうふうに思って、で今回、まあ、去年今年とアカデミー賞来たわけじゃないですか、でもなんかまあもちろん中には入れなくて、まあ、近くのレストランでパブリックビューイング、まあ、映画好きな方々と、まあ、話したわけじゃないですか。で、こうみんなで一緒に見てたでしょ。いやなんかやっぱ楽しくて、ほらもう多分僕好みの俳優さんとかが賞取ったらみんなキャーとか言ってたし、ブーイングとかもあったりとか、なんか映画を楽しんでるけど映画祭自体を楽しんでるなっていう伝統というかね、しきたりみたいな配給会社の思惑とかいろいろあるわけじゃないですか。特にアカデミー賞なんてね、作品賞ノミネートされてもう受賞なんかしちゃったら興行収入的にも全然変わってくるわけじゃないですか。だからどうしても撮りたいなんてそういう思いとかもあるのも分かってるけど、でもそれと作品の良し悪しっていうのは違うよななんて思ってたけど、でも単純に楽しかったんで、しかももうこの段階で来年のアカデミー賞がなんか楽しみというか待ち遠しいし、もっと言うと今回ね第91回アカデミー賞では万引き家族と未来、まあ、未来の未来という作品がまあ、日本代表という形でね、まあノミネートされたじゃないですか。最優秀賞は受賞できなかったけれども、もう近い将来ハリウッドだからとか日本だとかヨーロッパだからってこう関係なくなってくるんじゃないかなっていうことも思ったし、で今回のローマという作品が取るか取らないかって言われてて下馬評的にはものすごく高かったんですよ。でもこれはキュアロンという監督の手腕は誰しもが認めてるんだけど、ネットフリックス要は配信系の作品じゃないですか。でこれが最優秀作品賞取ったら時代変わるって言われてたんですよ。でもノミネートされてキュアロンが監督賞取った段階でもう時代変わってるんですよ。もう変わるじゃなくて変わってんのよね、だからもう配信系とかもそういうとかももう本当にボーダレスになっていくし、アカデミー賞っていうやっぱ毎年1年1回ね大きなお祭りがあるっていうことでみんなが盛り上がって、やっぱ映画賞っていうのは時代を反映するから、例えば今回とかもやっぱりこのグリーンブックが作品賞取って、ブラックグランズマンだとかね、その黒人と白人の問題みたいなものは今でもアメリカに来れば分かるけれども確実にその違いは存在するじゃないですか。そういったところも映画描いてて、でその映画賞で評価されるっていうことは世界的にそういった現実が知らされると。ただ映画公開してももう見ないで終わっちゃうことなんてたくさんある、公開されてることも知らないなんて場合もたくさんあるじゃないですか。時に映画
祭で、まあ、ノミネートされて受賞することによって世界的にその作品自体が知れ渡り、結果内容だとか問題提起になるみたいなところも感じたし、いろいろ選考の問題だとかいろいろ配給会社の事情とかいろいろあるのはもう重々僕も知ってるけど、そんなん度外視しても映画の好きな人に関しては罪はないわけだし、映画祭で単純にこう盛り上がってるっていう、自分も今日パブリックビューイングで盛り上がったから、あだから間違いなく映画祭アカデミー賞のその意義みたいなものはやっぱ前回そして今回アメリカ来て感じましたよね。ちなみにアカデミー会員にはまだ慣れてないですけどね、当初の予定というか、それに会員になるために一応動いてますけど、でもいつかまあで近まったと思いますよ、距離感は。そうね、いつかなりたいですね、やっぱ。まあ、いやいつかなりたいし、なんかわかんないですよ、うん、なんかわかんないけど、うん、正直僕もなんか映画出たりとか、うん、ドラマ出たりとかちょっと多少してるわけですよ、うん、何の形でもいいから、うん、あのステージに登壇したいと思いました。来ました。3回目の LA、まあ、アカデミー賞3回目、何してきたんですか今日。慣れたもんですね。慣れたもんっていうよりか、